次はどこに向かうんだ？そこでスカイレースがやってたら参加したいんだけど。そうだ、団長も一緒に出ないか。勝負しようぜ。今年が第1回だって言うから、小さな大会かと思ってたけど、なかなかのもんみたいだな。はい。まあ、PSC はスカイレースの中でも最大の大会だからな。さてっと。予選レース開始まで、まだ少し時間があるな。お互いに、マシンの最終調整と行こうぜ。わかりました。おやじ。あ、お前ら。よおやじ。おやじも来てたなんてな。整備の仕事かなんかを受けてるのか。ふん。そんなことより、このレースに。ああ、そうだよ。レーサーの俺がここへ来る理由なんて他にないだろ。なあ、親父。仕事の後でいいから、久しぶりにブルーオービットを見てくれねえか。仕方ねえな。今からでいいのか？じゃあ頼むよ。それじゃあ。そうだな。あ、そうか。じゃあ、また後でな。おい、坊主。あ、おい、待てよ、親父。どうだ、調子は悪くねえんだけど。我がの一つ覚えみてえに。おい、整備の方も。ったく、素直に褒められねえのかよ。誰も褒めちゃいねえ。つ、親父。うん。おい、親父、どうした？どこか痛むのか？なんでもねえ。いや、でも、大丈夫なのかよ。うるせえ！な、怒鳴ることねえだろ！ったく、相変わらずだな、親父は。おい。え？団長。あ？どうした？いや。
して。大丈夫だ。そうなんですか？団長。ああ。では。はい。おい、なんで親父がレーサーとして参加してるんだ。親父のやつ、さっきはそんなこと一言も言ってなかったじゃねえか。まったく、人が悪いぜ。でも、これはチャンスだ。親父はもともと有名なレーサーだった。でも引退しちまったし、直接勝負するのは無理だと思ってたんだけどな。こんな機会はめったにねえ。面白くなってきたぜ。大変です。みんな、行きましょう。親父のやつ、なんて速さだ。ついていくだけで一瞬も気が抜けねえ。このまま終盤までもつれるのも面白くねえな。待ってろよ親父、すぐに追い抜いてやる。ダメか。どうして？もしかしてさっき親父が。いや、そうだとしても今はそんなこと言ってる場合じゃねえ。
いつけなかったか。そうだ、親父。親父。坊主。親父、あんたさっきブルーオービットに。うん。親父。親父、一体何がどうなってんだよ。ブー。でもよ、俺にもわからねえ。でも考えてみればレースの前からどっか苦しそうにしてたんだよ。多分想定、親父がレースで乗ってたあれか。確かに見たことない方だったけど。あれは、なんで親父がそんなもんに乗ってたんだよ。その、多分俺を。なるほど。それじゃあ。ああ。そんな、くそ。おい団長、ちょっと頼みがある。想定で俺と勝負してくれ。え？ああ、少しで構わない。ただ思いっきり飛びたい気分なんだ。それでも親父は俺に何も言わなかった。言わずに勝手に一人で。それが心底気に食わない。でも、ぽい。そんなことは俺もわかってる。わかってるけど、それでも腹が立つし悔しいんだよ。悪い。別に、八つ当たりがしたいわけじゃないんだ。さっきのレースでさ、お前たちは見ず知らずの他のレーサーを助けるために想定から降りた。親父は危険を承知で苦痛を押して想定に乗った。俺のために。だから、俺も考えなきゃいけねえって思うんだ。俺は。
新しい強さ。俺はもっと早く飛ぶ。